皆さんこんにちは。今日もナイチンゲールやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ですね、ハントのカードの試練終わったところですので、今日はハントの方行きたいと思います。見てみると、まずはエルダーイテオンの心臓から行くと、こちらは森林教育のハントで見つかると。あと、インゴットの方ですね。こちらの方は砂漠の方のハントで見つかると。いうので、こちら探しに行きたいと思います。ビショップの方は、こちらは持っていけば、ネリー・ブライさんに届ければ、おそらく大丈夫ですので、これを持っていきたいと思います。まあ、ここ取ってありますので、これがオートマターのオイルですね。で、こちらはいつ使うのかわかりませんけど、一応供物の方あります。ということで、早速ですね、ハントの方刺していきましょう。リセットして、ハントこちら70ですね。で、森林から行きたいと思います。こちら、森林のハント来ました。まずは、ここはエルダーイテオンかな？それを探さないといけませんね。マップとしてはこんな感じなので、あ、なんかすごいな。復活させるやつ3体いるのかな？とりあえずトレーダーの方を向かいましょうかね。で、西の方もこれ追跡入れておきましょう。向きとしてはこのままかな？北西行けば大丈夫ですので、まずは向かっていくのと、なんか新しい素材とか敵がいたら倒していきましょうかね。まだ、こちらの方、森林の方に小麦があるみたいなんですけど、そちらの方がまだ取れていません。これなんだろう、四角いキューブとかあるけど、これは掘れないんですね。で、草しかないな。あと、建物の方が何かあるけど、これは、落ちてるのは肉かなんか。お、塩漬け肉、レインボー。お、ちょっと待って、クマか。いきなりクマが来た。そこそこ強いかな。さすが70体ですね。よし、オッケー。さあ、肉取っていきましょう。はいはいはい、これでオッケー。まだ来るのかな？あ、なんか戦ってますね。狼と熊が戦ってるので、そのまま放置していきましょうか。あまり巻き込まれないようにしていこう。他はなさそうですね。あー、これはクォーツとか、ひらめき関係かな？これは変わらずですね。きらめきですね。特に新しい鉱石ではない。出てこないね。よし、これ壊していきます。あ、なんか来たかな？来た？来てない。あ、復活させるやつが来ましたね。ちなみにエルダーイテオンはどんなやつなんだろうな。あとはマップ、もうちょい西の方に行かないといけない。こちらの方はこのまま進む。よし。さあ、ここからは、どんな敵が、新しいのが来てもおかしくないですからね。さあ、西の方、この家マークですかね。家のマークの方、ああ、もう近い。結構近いぞ。ああ、なんかいるね。さあ、なんだよ、こいつは。ヒョウみたいなやつがいるな。はい。ぶっ倒して叩いていきましょう。ひょっとしたら攻めてこなかったやつかもしれないな。はい。ああ、結構食らってるね。よし。はい。ぶっ叩く。さあ、ぶっ叩いていきましょう。色違いがいるな。あ、これ倒れてる。死んでますね。よし。とりあえずこれで肉を取っていこう。まだいるのか。よいしょ。仲間に任せるか。よし。エッセンス。あとは肉ですね。取っていきましょう。よし。はい、オッケー。では、もうちょいだな。もうちょっと行けば、いるはずなの。ああ、もうマークは見えてますね。こっちの方角。いやー、どこだったっけな。プロビジョンかなんかの沼のトレーダーが消えたまんまで何も買えないんですよね。はい、ということで、エッセンストレーダー。上着の方が、ああ、かっこいいやつもらえてますね。でも、上着とズボンは買えたんだけど、帽子が欲しいんだけどな。あとは、なんだろう、料理、シェパーズパイ。これちょっと買っておくか。
あとは、ちょっと SS の方がそこまでないんでね、たくさんは買えませんが、こんなもんか。拡張品は特にない。あとはチャームか、ここらはまた次回来た時にでも買いましょうか。よしよし。さあ、そしたら、エルダーイテオン。それを探さないといけないな。これ、おい、危ない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 。ちょっと待って待って、仲間が、えらいことしてくれたな。ちょっと見ていきましょうかね。どこにいるんだ？エルダーイテオンを倒すか、供物を入れると。ハントで見つかると。見つからないな。精霊関係なのかな？さあ、ちょっと探して回りたいと思います。見つかりませんので、とりあえずフェイの塔を登って、マップの方を出していきましょうかね。とりあえず降りて、行きましょう。あと、マップの方にあるこのマークですね。このマーク行ったら、ちょっとネームドの敵みたいなのがいました。名前がついてるやつがいて、そいつ一匹倒したら、なんかそれの種類が結構襲ってくるようになっていましたね。何体出るのかとか、今後ずっと襲われるのかわかりませんが、いろいろこういうのがいるので、全部ひょっとして倒していくのかもしれない。とりあえずまずはマップを出すことが先決ですので、マップ出していきましょう。あと結構敵強くなってますね。炎を撒き散らすやつとか、出てきてますので、もう、レベル的にはかなり厳しくなってきた。前までは余裕だったんですけど、こっからは結構厳しいので油断はできません。よし、アサシンかな、こいつは。よし、ホローメタルかなんかのやつでしょうかね。よし、倒していく。もう硬いね。よし。さあ、まだ死なない。どこ行った？全然見えないな。さあ、こちらの方取っていきましょう。ホローメタル。まだ出てくる？もう出てこないか。さあ、次の回行きましょう。まあ、エッセンス集まるんでね、こちらはしっかり倒していきましょうか。次の回はなんだ？迷路か。さあ、迷路なので、敵は出てこないかな。左の壁伝いでずっと行こう。おー、食らった。食らったか。ちょっと急いだら踏んでしまったみたいですね。で、こっちに、おー、トラップ。さあ、そしてこれ踏む？踏まないかな？大丈夫かな？よし、こちらも避けていく。トラップある。トラップありますね。これ、どうした？一周してる？してない。ここから行って、ずっと壁を伝っていきましょう。あ、ありましたね。次の階行けるのがありました。もう一回迷路かな？さあ、これも左の壁伝っていけば、たどり着けると思うので、行きましょうか。罠がある。よし、取った。はいはいはい。関係なし。さあ、そのまま行きましょうか。これも危ないね。ジャンプでぴょん。こう。おそらく左はこのまま繋がってると勝手に想像していきます。よし。で、トラップはあるので、扉はないよね。あるかな？まだ奥がありましたね。危なかった。抜くところでしたが、このまま行って、さあ、たどり着きましたね。よし。さあ、最上階はおそらく敵がいますので、しっかり準備してだけ行こう。よし。さあ、最上階敵来ますね。ここはフルで来るのかな？敵は。炎を撒き散らすやつと、あと、ハンマーがいると思うので、コンボを持ったでっかいやつですね。まあ、炎のやつは優先。あ、いた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 。やばい、こんなにいるのか、炎を持ってるやつ。こいつだ。この糸車持ってそうなやつ、優先的に倒していきましょう。いや、危ないぞ。こいつは強いんだよね。よし、雑魚はもういい。ほっとこう。これ爆発するから気をつけないといけない。危ない。さあ、ちょっと仲間に任せて回復していきましょう。よし。さあ、倒れてたのか。あ、まだいる。まだいるぞ。こいつ倒していかないと。危ない、危ない、危ない、危ない。燃えてる、燃えてる。仲間大丈夫？危ない、大丈夫か、こいつ。爆発するよ、そいつ。スタミナがないよ、と。一旦これで、よし、隠れる。回復していこう。
仲間はどうなった？仲間はいなくなったのか？待って、次出てきた？待って、仲間がいない。仲間がいなくなった。困ったな。はいはい。とりあえずこいつを倒そう。大丈夫か？まだ危ない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 。落ちたか、ひょっとして仲間。仲間落ちちゃった？マジか。仲間どこ行った？あ、やばい、仲間がいなくなった。落ちましたね、これ。塔から落ちたとこにいるから、後でちょっと助けに行きましょうか。で、帽子がしょぼいやつなので、修理しないといけませんね。よし、とりあえずこれで終わったぞ。はい、カード取って、あとはこちらで、装飾取りましょうか。よし。で、こちらの方、ちょっとどうしようかな。教育もなんか変更しておこうかな。なんかある？トレジャーの上級でも刺しておくか。でも、まあ、いっか。刺すだけ刺しておきましょうかね。よし。で、0番で傘で、どこにいるんだろう、仲間。どこだ？こっちの方角じゃない。ここの方角かな？さあ、この方角に行ったところにいるみたいですので、ちょっと探しに行きましょう。どっかにいる？あ、いた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 。いや、塔から落とされるときついな。はい、助けましょう。OK。で、いろいろなものが出ることになりましたね。では、このなんか、わかりませんが、今までは木を生やしてたやつだったんですけど、こいつらを追って、ちょっと順番に倒していきましょうか。もうすぐいるっぽい感じなんですけど、後ろにいる？こいつなのかな？違うな。真後ろに一匹いそうな感じですが、いないな。見つからない。場所、あれ？消えた。ちょっといないのぞ。さっきのやつだったのかな？さっきなんか仲間が倒したやつなのかもしれませんね。一人消えましたので、もう二つ探しに行きましょうか。こちらの方向にいるみたいですね。他はない。雨は止んだのかな？雨は止んでますね。なんか声は聞こえる。マップで言うと、もうちょい北。北の方に行かないといけない。まあ、イテオンがどんな感じのやつなのかは全然わからんからな。とりあえずもうやれることをここでやっていって発見するしかありませんね。洞窟とかにいるとかそんな感じなのかな？なんかあそこに敵はいるな。さあ、とりあえず、ああ、ちょっと待って、後ろになったな。いたかな？見えない？さあ、どこかにいるっぽいんですが、わかりませんね。さあ、なんか、いるっぽいんですけども、死体になってましたね。なんか敵の拠点の近くでいたんで、おそらくこいつが、敵なのかな？森に出てくるような感じのやつではないですね。あ、伝説の基地になってるな。これで、ああ、消えましたね。ということは、あと2体。おそらく、どっちかは森を再生するやつで、どっちかがその探してる、敵なのかもしれません。さあ、もう一人はどうやら、水の中にいる敵のようですね。いや、動きがかなり、できないぞ。これもう銃撃っていこうかな。当たらない。全然当たらないな。距離的に無理なのかな？よし、逃げてるのかな？逃げられてるのか、ひょっとして。いや、これこっそり近づかないといけないやつですかね。近づく、場所的には、もうこいつだよね、多分。やばい、こっちの動きも遅い。当たるかな？当たらない。いや、逃げられてるね。こいつ襲ってくるタイプではないんだ。ちなみに、上にもいますね。上にも、あ、上にもいるやつか。あ、てか待てよ。ちょっと変わってるな。増えてってる？増えてってる気がするな。さあ、これが何なのかがよくわかりませんね。なんか増えたな。減ったり増えたり。倒してもいくらでも出てくるのかな？ということで、ひょっとしたらこいつらは関係ないのかもしれない。よし、仕方がない。引き続きちょっとエルダーイテオンの方を探していきましょうか。さあ、イオテン見ると、なんだろう、木がイオテンになってるな。このイオテンを切れってことなのか？こいつですかね？違う。おお、びっくりした。
うわ、出てきた。なんか出てきた。なんか出てきた。こいつが要点なのか？さあ、ちょっとわかりませんが、なんかついてる部分があるので、この弾を切っていけばいいのかな。HP とかは、ああ、あるけど、全然見えないね。さあ、とりあえず切っていきましょう。ガンガン切っていこう。え、要点は木なのかな？こりゃわからんわな。見た感じ全然わかりませんね。なんか狼も一緒になって襲ってきた。これはいけないよ。とりあえず、雑魚倒しながら行きましょうか。ああ、なんかすごい木のブロックしてるな。半分ぐらい今減ってますね。なんだこれは、全然わからなかった。さあ、根っこが出ている。とりあえず HP 回復しながら行きましょう。ただこいつなのかどうかはちょっとわかりませんね。ということで、ガンガン切っていきましょう。あ、もうちょっとで倒せるのかな？倒しましたかね。よし。どうだろう。まだか？まだ生きて、ああ、なんかもらえたかな。ああ、イオテンの心臓もらえた。ただこれ、エルダーイオテンじゃないんですよね。それがちょっと、大丈夫なのかが心配ですが、これを切っていけば、いろいろもらえるみたい。ということで、イオテンの心臓をもらいました。これか。イオテンの心臓。ただ、これでいいのかがわかりませんね。必要なのは、二子はエルダーイオテンなんですよね。素材によって違うので、ひょっとしたらまだエルダーイオテンがいるのかもしれないので、少し探すだけ探していきましょうか。この望遠鏡のおかげで結構やっぱりわかりやすいので、ホルトイオテンか。やっぱりいるのかな？少し探して回りたいと思います。あ、なんということでしょう。全然わからなかったけど、あるのかな？あー、エルダーイテオンありましたね。こちらもう全然そこら中回ってもわからなかったので、久しぶりにこちらの魔法ですね。伝説の追跡の方の魔法をかけて、それで光を追っていったらエルダーイテオンのところを来ましたね。あー、こいつか。でっかい木のやつなんですね。なるほど。一番レベルが高いから、こいつのとこに来たんですね。よし、とりあえず、エルダイテオン、ようやく、めちゃくちゃ大変だったな、見つけるの。なんとか見つけることできましたので、こいつ倒していきましょうか。心臓のところをぶった切っていけばいいのかな？クリティカルは出てない。まあ、そこまで強そうな感じではないので、いけそうな感じですね。おっと、根っこかなんか出てきたな。あ、入れなくなっちゃった。ここも入れませんね。しばらくこれ、結界みたいなのが作られちまった。よし、まだ。やっぱりこの心臓の部分が弱点っぽいな。さあ、ここぶったたいていけば大丈夫でしょう。よし。やばいやばい。油断すると死ぬな。ということで、なんとか見つけることできましたけど、伝説のこれ追跡のやつつけた方が、探すときは楽そうですね。まあ、危ないな。意外と食らってるな。まあ、ちょっと回復していこう。あ、なんか変なのが来てるのかな？こいつらがなんか攻撃してきてるのか？お、びっくりした。なんか、パックがいきなり来たけど。パック今じゃないんだ。今はそれどころじゃないので、ちょっと待ってほしい。意外と死にそうになってるね。ということで、ポーション飲んでおこう。仲間に、ああ、仲間やられちゃったかな。さあ、仕方ない。仲間を助けるか。え、復活しろ。いっ、ダメだ。届かない。届かないよ。とりあえず、ポーション飲みまくろう。ポーション飲んで、あとは回復。よし、今だ。仲間を助けましょう。はい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 。よし、さあ、心臓ぶった切って。でとりあえず切ろう。ちょっとずつしか与えられてないな。よし、どうかな。届いてない、届いてないのかな。ただ攻撃がいきなり止まりましたね。よし、今のうちに切っておこう。仲間と一緒に戦っていきますが、あ、これあれになってるのか。斧じゃなかった、切断じゃなかったから威力が弱くなってましたね。よし、もうちょっとだ。はい。ということで、エルダーイテオンなんとか倒すことできました。パックが今出てくるとは思ってなかったですね。さあ、これを切って、あー、エルダーイテオンの心臓だ。
いやー大変でしたね。よし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 。さあパックは何を言いたいんだ。さあこれは、お、特に用事はない、関係なさそうなことを言ってました。よし、とりあえず時間がかなりかかりましたが、エルダイテオンの心臓の方は手に入りましたね。続いてはどうしようかな。一旦ちょっと拠点に戻りましょうか。さあなんとか戻ってこれました。お、パックは来たよ。戻ってきた。パックは来ましたね。だいぶ成長してきたよということで、邪悪なベイダーという愛称が付けられた。彼女は領域内における人間の存在を許さないと。そしてこのパックのようにベイダーはアスタロトの命令に耳を貸さないだろうということで、なんかちょくちょく出るようになってきましたね。で今日はちょっとエルダイテオンを探すのにちょっと時間を食ってしまいましたので、これぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。まあなんとかエルダイオテンの方見つけれてよかったのと、まあたまたまこの伝説の追跡をつけといてちょっとよかったですね。はい。ということで、まあ今回はこれぐらいで終わって、また次回ですね、今度は砂漠かな？どこだっけ？巨人の方行かないといけませんので、ハント、砂漠のハントですね。行って巨人の方を見つけていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。